今朝、名寄市の食肉加工工場で屋外にあった牛の皮が持ち去られる被害がありました警察などは熊が侵入したものとみています今朝名寄市日清の食肉加工工場で屋外に干していた 牛の皮が荒らされているのに従業員が気づきました牛の皮は1枚およそ30キロで数枚が付近で見つかりましたが10枚がなくなっていました敷地内には熊の糞のようなものがあり河川敷まで何かを引きずったような跡があったことから熊が昨日夜から今朝までの間に工場に入り込み皮を持ち去ったとみられています 今までかつてないんで、ちょっと驚きはありました。多分餌がなくて、一応この辺まで来ているのかなとは思ってます。工場の周囲は河川敷で、柵や塀などは設けられていませんでした。こちらは北海道大学の苫小牧研究林で、今月下旬に動物の観察用のカメラが撮影した映像です。 春に目覚めたクマは、この時期活発に行動するということです。ここはもともとクマの生息する場所で市街地からも離れていますが北大は研究林の利用者に注意を呼びかけるとともに研究林の一部について立ち入りを制限しています。